Dr. Radio, a real street program. This should be played at high volume. Irumaru, Tess, Sue, DJ Fumia, and Doji. Rip Slime, Shock the Radio. This program is brought to you by Real Toughness, G-Shock.北海道ヤジ、仙台デート FM、東京 FM、静岡 K-MIX、愛知アット FM、FM 大阪、広島 FM、FM 福岡、そして FM 沖縄の皆さん、調子はいかがでしょう？リップタイム両時です。ここからは遊び心を忘れない大人のためのリアルストリートプログラム、リップタイムショックザレディオ。今週は、この後、名優クレバー君が登場と、その前に、もうご存知の方もいるかもしれませんが、我々リップスライム、スペアザコと、スペシャルアザースと、始まりは Q という、曲を作ってしまいました。まさかのコラボなんですけど、でも結構ね、もう夏フェスとかでもうほんとしょっちゅう一緒になってて、なんかなんでね、いつかできればねみたいなことをなんと、まあ、このタイミングで形になって、レコーディングスタジオでも非常に和気あいあいあいと楽しくセッションさせていただきました。3月1日にリリースされるスペシャルアザースのコラボアルバム、スペシャルアザース2に収録されるこの曲、本日ここで初オンエア。それでは聞いてください。スペシャルアザース&リップスライム、始まりは Q。 スペシャルアザース&リップスライムで始まりは Q をお届けしました。いかがだったでしょうか、このセッション。うん、素敵。リップスライム食座レディオ、この後クレバー君登場です。リップスライムショックザレディオ、改めましてリョウジです。それでは早速ゲストをご紹介しましょう。クレバー君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、まずいことになりましたね。まずいことになりましたね。ないよ。ない。今までに全くなかった。二人きりで話したことがないっていう。いや、それは、うん、すごいプライベートな状態で言えば、うん、もう本当にちょっといきなり90年代の話になっちゃいますけど、はいはいはい、うん、もうバイト先もさ、ペス君と一緒、クレちゃんとペス君バイト先一緒でしょ。そうで、俺がまた近くで働いてて、間違いない、その近くにイルマリとニトロのソードが働いてて、そうで、マッカチンがファットリーについて、で、うん、はじめちゃんがブルーズってシューズ屋行ってみたいな、うん、みんなの辺にいる、フミヤ原宿住んでるみたいな、うん、そうそんな時だったよね。そうだ、店に来て、うん、みんなでレゲエの、うん、レゲエのね、あー覚えてる、日本のレゲエにすごいね、うん、ハマってましたよ ね、 当時ね、俺たち、うん、で現場の音を録音したカセットとかを、うん、ダブとかね、みんなで聞いたりとかしてましたよね。そうそう、エンジヘッドとか、そう、スカイウォーカーとか、そんなね、90年代ありましたね。みんな繋がってったわけでしょ。いや、本当そうですね。で、今さ、はい、その90年代リバイバル感みたいなの確かに来てますね、感じるんだけど、そのフレーバー的なものも、うん、だけどさ、うん、その一個一個は割と希薄なんだよね。繋がってないっていうか、あー、確かに、あそこのグループとここのグループ全然繋がってないんだみたいな、うん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 、で、なんか一体どこでみんな活動してるんだろうみたいな、うん、のま何気に見えないなみたいな、うん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 、当時のケオス感はあんまり感じれない、ね、うんうん、なんか例えばね、最近、うん、2016年とかだったら、うん、例えばアメリカだったら、うんうん、チャンス・ザ・ラッパーとか、うんうん、周りの人間がなんかすごい混沌としてるじゃないですか、うん、チャンス・ザ・ラッパーいて、ダニートランペットいて、うん、なんか地元の学生たちもなんかいっぱいコーラスで参加して、1曲に50人参加してるとか、すごいな。で、それの仲間のやつのアルバムも同じようなメンバーで作ってて、いわゆるその昔のコミュニティが、そうそうそう、昔の日本語ラップのシーンみたいに、うん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 、こいつのアルバムとこうなんかなんていうんですか、丸があって、うん、丸があって真ん中の部分ちょっと重なってるみたいな絵がよくあるじゃないですか、うんうん、ね、うん、そういう感じでこういろんな作品が出てる面白さみたいなのがあると思うんですけど、うんうん、そういうのはなんか今作ろうと思っても難しいんだろうなって感じがしますね。だと自分たちだけで完成しちゃうよね。確かに、うん、しかも一人でも完成できるじゃないですか、しようと思えば機材も揃うし、うんうん、だからちょっとこうなんていうんですかね、バックグラウンド込み の、 その90年代感みたいのは、うん、出てこないんじゃないかなって気はしますね。ちょっとね、混沌はもう生まれないんじゃないかっていう感じ、いやーですね。さっきも言ったけど、本当レゲエとか、うん、普通にね、まあ、ボーイケンさんみたいな、うん、そのヒップホップからレゲエに行ってみたいな人もいたからかもしれないけど、うん、普通に周りにあったじゃないですか。あったね。で、踊りに行ったらハウスの人もいるし、いる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 、ビーボーイもいるし、うん、っていうところで育ってきてるから、自然と全部盛り込めるっていうかね、うんうん、そういうのが俺らはあったから、
リアルな90年代俺はね、でもね、うん、俺はだけど、うん、例えばあのマイティクラウンみたいな、はいはいはい、ものすごいもう、うん、クラッシュの優がいるわけじゃない、うんうん、ああいう人たちも、うん、多分90年代にがっつりリンクは俺多分できなかったなと思って。あ確かに、それはもう向こうもヨラバ着る感が確かにあったし、あった、まあ、ちょリー君とさっき曲やったの、うん、この番組のテーマもリー君と、ね、朝鮮リー君と作ったんだけど、うん、その時も話になったんだけど、うん、多分当時だったら一緒できてな い, 間違 い, ないな。今だからもうそんなことなしには全然やろうぜってなれるけど、うん、っていうのを俺はね実はクレバクにも感じるわけ。いやでもそうっすね、確かにね、ヨラバ着る感はね半端なかったから当時も。フリースタイルでね、本当とにかく倒す人倒しに行くっていうようなことやってましたから、ね、ですよね、うん、ちょっとその辺も番組後半で聞きたいんですけど、はい、何よりも2004年、うん、クレバのデビューの日から、うん、ソロになってもう13年。わお。で今週リリースのニューアルバム嘘とポンの、はい、オリジナルアルバムとして4年ぶり、4年ぶり、うん、10周年とかがあってソロになって10周年とか、うんうん、あとベストアルバム出たりとか、うんうんうん、そういうのでちょっとこう間が空いてしまったっていう感じですね。いやー、うん、フレッシュが注ぎ込まれてるじゃないですか。いや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 、そうっすかね、ありがとうございます。かつストイックなリリックスが注ぎ込まれてます、ね、確かにストイックかもしんないですね。いやでもうまいね、その嘘が800で、はい、ボーンのが100やつで足してくればってことになるわけで、ね、そうですね、ありがとうございます。素晴らしいアルバムタイトルからちょっとやっぱり早速ロムより証拠で聞いてみたいんですけど、熱い、一曲お願いします。はい、じゃあ外煩悩の中から居場所を聞いてください。クレバーで居場所をお届けしました。名優クレバー君を迎えしたロケ中リッツタイムショックザレディオ、クレバーといえば90年代、まあ、うん、俺らのフリースタイルの情熱を完全に奪った男として強烈に印象付けられているわけなんですけど。そんなことないですよ。いやいや本気で、いやいや、あのね、当時の、はい、だから本当ヨラバ切るクレバー君は、うん、いや本当に功績っていうか、いわゆるさ当時、僕らみたいなまだグループもやってるのかやってないかの MC にとっては、うん、いわゆるライブイベントの最後にオープンマイクになって、はい、それで誰でもマイク握っていいよって言われた時にネタをキックしたりとか、うんうんうん、まあ、いわゆるフリースタイルの場が設けられ、はいはい、そこでわーって盛り上げたやつはあいつやるじゃねえか、うんうん、間違いないですね、間違いないです。でも結構さ、うん、言ったらさ自分のアピールであって、うん、バトルではなかったじゃん。そうです ね、あんまりね、うん、そこにもすでにバトルの感覚を持ち込んだのは君ですよ。絶対にやってましたね、やってましたよ。でも俺はいつになっても、うん、そのりょうじくんもそうだけど、りょうじくんペスト、うん、キンさんとか、うん、マイクこうどんどん回していく感じっていうんですか、うんうん、短いこう長さで、うん、どんどんこうパスしていくんですよ、うんうん、でそれがこう楽しい輪になってこうつながってって笑いながら、うんうん、できなかったりしてまた奪われて、うんうん、いやどんどんやっていくみたいなの見てて、それがね いつも好きだったのは間違いないです、うんうんうん、いつもそれやりたかったけど、うん、そうしてるとやっぱり仲いい人の連載にはやっぱり、うん、うまく入れない、入れないし、うん、他の場でそれやろうとしてもそのこうなんていうんですか、共通の感覚がないと楽しめないじゃないですか、うん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 、結果そのバトルの方向になっていったっていうのはありますね。いやいやすごかったよ、あの頃から飛び抜けたフリースタイルありがとうございますだったし、だから周りが萎縮してもうできない、来れば今日来てるやめようってなっちゃう。やばいっすね。いやいやいや、そのぐらい無敵だったんだよ、ね、やっぱ今すごいじゃない、うん、もう空前のそのフリースタイル、うん、こんなになるってちょっとなかなか考えられなかったですね。俺全く見てないんですよその番組、なんか、うんうん、いろいろあるよね、 あえて見てないっていうか、うんうんうん、そうだよね、だってクレちゃんが見ちゃったらさ、うん、なんかこう俺だったらゴスってなっちゃうじゃん。確かにね、あとね、うん、ものすごい人のバトルとか見ると緊張感が蘇ってくるんですよ、あの日のうわだろうね、うん、なんか手に汗かいたりとかしちゃうんで、うん、ちょっとあんまバトル見たくないっていうのは正直ありますね。いやだろうね、うん、俺さ俺これ聞いた噂で、いや雑誌のインタビューで読んだのかな、はい、そのクレちゃんとかが、うん、そのいわゆるフリースタイルのそのいわゆる B-Boy のその B-Boy バトルとかに出るときに、はい、その何日か前から、うん、もうストイックになって、うん、こうフードをかぶって、うん、繁華街を歩きながら、うん、目合ったやつの、うん、もうとことん悪口を、まあ、彼らに聞こえないようにブツブツと歩きながらストリートを歩いていたっていう話があるけど、近いですね、近い近い、渋谷の109の前の階段あるじゃないですか、うん、あそこに座って、うん、で丸いラジカセでビート流しながらやってくるギャルとかをひたすらディスりまくって、うん、まあ聞こえ
初対面の人の文句言わなきゃいけないわけじゃない、うん、そうなってくるとまずやっぱ容姿を、うん、容姿に触れるっていうのはマストなんで、うんうん、しかも何着てくるか分かんないから、うん、もう道行く人でやるしかないってことでやったり、その109の前でそのラジカセ鳴らしてブツブツやってた時に、うん、いきなり横から入ってきたやつがいたんですよ、うん、でやべえの来たと思ったら、うんうん、あの俺はちょっと次のバトルいけないけど、うん、頑張ってくれみたいに言ったのがあのスフィア・オブ・インフルエンスっていうあのジブラさんの弟の、うん、ラッパーでラップで会話してくるみたいな、で俺も頑張るぜみたいなやってましたね、うん、いやすごいその土壌があって経て経て経て の、はい、経てあの受け継いだ若い子たちが今こんだけ盛り上がってるんですけど、うん、いいですよね、うん、俺がね一個思ってんのは、うん、そのトラックの方も盛り上がってほしいなと思ってますよ。そうだね、ビート作る人、うんうんうん、なんかそのラップが盛り上がってる、うん、その受け皿、その戦うビートがやっぱみんなが作ったやつで、そこも競い合いがあれば、うんうん、より楽しいんじゃないかなと思って、だしやっぱヒット曲、そうですね、その中から生まれるヒット曲みたいなのがないと本当なんか形として見えづらい。フリースタイルって現象だけは盛り上がってるけどね、だからこうそこにうまくつなげるような何かね、うん、動きできればいいなとは思ってるんですけどね、うんうん、ちょっと ねそこなんとかなん、まあね、したいしなんとかなってほしいしみたいな、頑張りたいですけどね、うん、まあ気がつけばてかペス君と一緒だよね、年。そうですそうです、ね、そうですね、一緒です、同じ学年で、うん、ということことは四十に来ましたよ、めでたく来ましたね、予想字になってるわけなんですけども予想字予想字になってるわけですけども、ちょっとまあちょっとロングレンジのこと聞いてみたいんだけど、はい、まあもう直近の1年後2年後もしくは5年10年ぐらいのところでこう、うん、こんな風にやっていきたいみたいなのですけど、人の曲とかたくさん作ってみたいですね。ああ、うん、まあそれはね、うん、今でもバリバリやってるわけだから、もっとやりたい。なんかあの、うん、昔それこそまたちょっと話戻っちゃいますが、うん、90年代とかってリミックス文化あったじゃないですか。あったあったあった、うん、必ず、まあ、アメリカの曲でもそうですけど、うん、シングルが出たら2つくらいリミックスがついたり、うん、でその流れで日本でもこう歌の DJ 長谷部リミックスとか、うんうんうん、そういうのがこう普通にあった時代があったんですけど、うんうん、その文化もあんまないなくなっちゃったじゃないですか。なんかそのあまりにもそのみんながやってたから、うん、なんか収束してしまったみたい な、ね、イメージあるけど、だからその時だ今だったら俺も何個かもらってやったんですけど、今だったらもう確実にうまくできるなっていうか、なんか技術がついてきた感覚もあるので、うんうん、だから今だったらプロデュース、いろんな人の曲作ってみたいなって気持ちがあるんで、あの募集してます。いや聞きたい、クレイちゃんのちょっと頑張り、うん、頑張りたいなと思います、はい、まずコニタンので聞いてみたい。イエス、あの小西まなみちゃんね小西まなみちゃん、あのすんごい曲作ってるんで、うん、あの多分2017皆さんお金貯めといた方がいいんじゃないかなと思いますよ。なんか素晴らしいと思う、うん、ちょっとそれは楽しみですね。フューチャリングのご要望でもあればぜひ、ね、分かりましたぜひお願いしたいなと思うんですけど、ありがとうございます、はい、素晴らしい。まあまあ言っても、うん、まあ残念なことにこの番組の時間がございまして、残念だな、本当に恐縮なんですけど、いやとんでもないです、ありがとうございます。最後の質問になってしまいます、はい、この番組では全ての方にかっこいい大人とはどんな人かというのをお伺いしております、うん、クレバーが思うかっこいい大人とは、なんかいつも準備できてる人なんじゃないかなと思います。おお、即答だねスッと出たねなんかうん、なんかスッと、うん、準備できてる人、もう準備できてたね、だからつまり、あそうですね、あいいね、かっこいい、準備できてた、なんかこういつ人に会うみたいなことがあってもいいように、うん、こまめに髪を切っておくとか、うんね、まあ、まあ、シンプルにひげ剃るとかね、うんうん、あの顔洗うとか、うん、そういうのもそうかもしれないですけど、うんうんうん、あとはまあなんかやってみないって言われた時にできる、いけるって言える心の準備なのか分かんないですけど、準備できてる人が大人だと思います。いやそれはちょっとフリースタイル王者ならではの発言な気がするだっていつ振られるか分かんないでしょ、うんで、ね、みたいなところで常になんかあってって、俺どうやったってあれうまくなるのフリースタイル、フリースタイル、あもうさっき言ったみたいにフリースタイルやってた時はもうフリースタイル頭に完全にしてましたね、自分から、うん、やっぱそれこそ準備が本当に何でもインフンだりとか、うん、面白い言葉なんかストックっていうか、すぐ出せるところには置いとくっていうんですか、ね、この言葉が出たらもうまつわる言葉が5、6個出てきてるみたいな、出てきてるみたいな、で何着ても出せるよっていう自信をこうつけとくみたいな、やってましたね。なるほどね、いや準備ができる男ならではのフリースタイルのコツまでいただきました、ありがとうございます。はい、本日のショックザレディオクレーバー君をお迎えしました、ありがとうございました、本当にありがとうございました。リップスライムショックザレディオ